集結下克上マッチ。おい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 。ぶっ飛ばす、ぶっ飛ばす。早いのよ。まだ企画説明とか何もしてないからね。はい、まあ子さんの皆さんおはようございます。私もね、子さんというにはまだ早いと思うんですけれどもね。ガイドのおつぼね様さん、やめてください。なんかいい気しない。グランマって呼ばれてるね、最近では。グランマか、まあまあいいでしょう。まあ今日は我々3人子さんチーム VS 最近ね、新人ライターさんがたくさん入ってきているわけですよ、ガイドも。なので新人ライターさんをそんなね、お披露目とかじゃないですよ。ぶっ潰すですよ、ほんと。そう、はい、ぶっ潰してやりましょうと。まあ、仲良くしたいよ、でも。どっちなの？いや、なんか嘘です。じゃあ最初のぶっ潰すは嘘です。嘘なの？あ、そうなの？仲良くしたいです。一応企画的にはネルクイを打っていこうっていうテンション感でやっていこうっていう感じなので。我々子さん名乗ってるからには出玉対決とはいえ負けられないわけですから。そうですね、はい、しっかり玉出して俺たちすげえぞってところを。パチンコをわし俺だから取ったら老いしか残んない。やだなぁ。確かに言われてみると そうだな、自分の人生パチンコ引いたらなんもないな。酒がありますよ、酒が。少な俺の人生。まあ子さん頑張っていきましょうということで、じゃあ早速ね、新人の皆様をお呼びしたいと思います。よ、うん、はい、まぶしい。おはようございます。そっちにそっちにそ。はい、それでは、新人ライターの皆さん、じゃあ簡単に自己紹介の方だけしていただいていいですか。はい、じゃあはなちゃんから。はい、桜井花です。お花ちゃんって呼んでください。グラビアイドルやってます。よろしくお願いします。玉いっぱい出します。おっぱい、おっぱい玉いっぱい出しますって言った。おっぱいって言ってないです。おっぱいは出さない。はい、出さないです。出さないでね、はい、まあグラビアの子ということで、わ、はい、かりました。花ちゃん、よろしくお願いします。花です。読者の声を大変して。そうですね、見れないぞ。じゃ続きまして、かなくらえるです。2回目の収録なんですけども、うん、前回、うん、演出を見ながら打ちながら会話をするのがすごく難しかったので、うん、今日はちゃんと意識して頑張りたいと思います。よろしくお願いします。電車が通っとったところが聞こえとったか心配だけど。高性能マイクが拾ってますから。ハイテクやから大丈夫ですね。パチンコ必勝ガイド新人ライター、あなたのチェロスです。パチンコ大好き。一応今回は、子さん VS 新人という形で、パチンコで定ま対決をしていきたいと思います。うん、はい、もう完全にもう分かりやすく定ま対決です。そうです。はい、定まで勝った方には一応賞金が出ます。え、はい、嘘。負けた方は罰ゲームです。嘘や、嘘。はい、一応レジュメに書いてあったんで。聞いてない。はい、700円ぐらいだろ。え、700円ぐらいは多分出ると思います。700円ですか。小銭な。マックの倍率で食べますからね。確かに献金ってください。でも誰か見たらタバコになるよ。あ、確かに。あ、じゃあタバコでいいや。賞金とね、プライドをかけて。そうそうそう。新人の皆さんはもう爪痕残すじゃないですけど、今日の頑張り次第で今後 DVD に出られるかどうか、そうそう、呼ばれるかどうかっていうのはすごい関わってきますから。大事、うん、この人が権力です。確かに。そうよね。大きに怖い怖い怖い。大きに巻かれる。夏目の滞在権力です。はい、なのでね、気合い入れて、はい、頑張っていきたいと思います。それでは実践スタートです。よっしゃ、頑張るぞ。頑張ろう。頑張ります。フレッシュや。よし、頑張ろうね。パチンコ玉をいっぱい出そうね。出そう。玉いっぱい出します。老後にちょっとまだ老後言うてんの。まだ言うてんの。いつまで老後に。先だよ、香り。まだ老後言うてんの。いや、今のうちに貯めておく。明後日じゃないでしょ。老後のためにお金貯めるんです。おはようございます。銀パラとユニコーン生が死んだいです。はい、アマ打つ。銀パラのアマ打とうかな。え、じゃあ、はい、お二人は今日どうですか。何打ちたいとか、これ打ちたいとかってある？一応念のために聞いときます。あの、必ずそれ打てるかわからないけど、アニメの台打ちたいです。アニメの台、はい、あなた。私もアニメの台がいいです。勝ちましょう。勝ちましょう。勝ちましょう。本当よね。はい、勝ちたいです。あ、すごい、見てる、かっこいい。すごい見てる。そういう感じなんですね。こういう感じなんですね。これ意外と面白いんでね。じゃあちょっと打ってみます。なんか99分の1の方でしょ。僕割とやれるイメージしかないんで今のところね。じゃあこれとりあえず打つぞということで。
カウントは37。リセットしないですねこの店はね。じゃああのお父さん99ってことはもう120、30回ってる可能性ありますね。いやもう打たざるを得ない。あ、いや私もセーフ出ますから。カメラに向いて、ね、お願いします。いや意気込み言うやつ。そうとりあえずカルキがこれを押さえてるんで、はい、私カルキの周りをハエのようにウロチョロさせてたと思います。2000円ずつっていこうと思います。ハエ歩きだね。はい、じゃあちょっと頑張って子さんらしさをね、はい、発揮して、ね、はい、頑張って頑張っていきたいと思います。頑張ります。ではパチンコ必勝ガイドの未来を背負って立つ僕たちフレッシュチームが打つのはエヴァンゲリオン明日への方向です。はい、これは打ったことはありますか？たくさんあります。たくさんあります。はい、はなちゃんはめっちゃ詳しい。めっちゃではないですけど、まあ、はい、そこはめっちゃ詳しいって。はい、めっちゃ詳しいです。なんかちょっと自信いつも情けなんで。なんですね、大きい声で自信あります、はい、ごめん、今俺でも間違ったことを教えました。何ですか？自信ないのに自信あります、わかります、詳しいですって言って、うん、間違えるのが一番恥ずかしいです。そうだから自信なさげにいいと思います。すいませんでした、俺が違ってました、はい、じゃあやろう。やろうやろう。はいはいはい、はい、いつもはどの辺狙って打ってる？いつもローの下ら辺とかですかね。ローの下ら辺、はい、なるほど。まあなんか上げたり下げたりもしますね。うんうん、割とこの坂のところを狙ってるんだね。あ、そうですね。どの辺狙ってますか？僕は割と強めを狙うことが最近多くて、昔はこの坂 の、はい、弱めだったり強めだったりしたんだけど、はい、最近はこの張り出してるところにぶつける。わかります。それで回る時もありますよね。あるんだよね、はい、でこれの張り出してるところの強めにぶつけるか真ん中にぶつけるか弱めにぶつけるか、これによってもすごい変わるから。わかります。って言ってたらちょっぴり俺にチャンス。けたけた。おっとっとっと、マジで。え、わ、でもサンズガルだよ。奇跡起これ。うわ、クソガ。スムーズにクソガが出たわ、新人なのに。新人でクソガってあんまり言わんよね。言っちゃいけないんですか？大丈夫です。あ、言っていいですよね。ハートは全部出してこう。わかりました。うん、いいよ。新人だとね、ついやっぱり ちっちゃくなっちゃうから、それよりは伸び伸びと、外れた時はクソだって言うといいよ。でもあれ正常キャラなんですよね、一応正常キャラやってる。何かクソだ、練習しよう。クソだ、あー、かわいい。いいと思います。本当ですか？はい、クソだの練習今のところ回ってますよ、信じられないぐらい。これはびっくりですよ。上村だと思うんですけど、上村がこんなに出ることないから。これはこれ、いや、さあこちらカオリッキーはステップ2ルーン。お、張った。え、イエーイ。え、上手じゃないパチンコ。ありがとうございます。49、21、28回転です。28回転で当たりました。珍しいって言うな、復調したんだよ。最近当たりが遠かったカオリッキーはさらに、うぉぃブルったよ。ブルってんな、熱々じゃん。激乗り、これは当たるよ。魚群、泡でいける。激乗りバイブよ。いや大丈夫。テロリン、うしゃい、早い、3回転。剛腕だよ。でも通常ですよ、3回転。エルちゃんは今までエヴァンゲリオンではどれくらい出したことある？5万玉ぐらいですかね。お前すごいな。俺おまって言っちゃったわ。すげえな、本当に。はい、何連ちゃんぐらいしたその時？いや覚えてないです。覚えてないのかよ。覚えてない。そんな重要なこと。あ、そう、割とふんわり打ってるんですね。なん
かもうその日寝てなくて、はい、でもう眠すぎてもうヘロヘロになりながら打ってたのだけ覚えてます。ああそう、はい、やっぱじゃあちょっと眠いぐらいで打つぐらいがちょうどいいかなかもしれないです。今日寝てないんでね。ねえ、はい、今日も今日寝てないんですよ。あら寝れなかったんです。緊張して。緊張して、はい、最初の収録マジでやばかったです。なんで？もうやば、なんか企画も企画で結構やばくて。おお、あ、チャンス、チャンス、パン、槍落ちた。いかりがどうだ。頑張れ頑張れ頑張れ。もう一押し、もう一押し。お、当たるやつやん。やばい。でも信頼度 80% 以上ですよね、これ。すごいすごい。僕これで自分的にはあの霊背景外れたことないぐらいなんですよ。そうですよね、霊背景めっちゃ。ちなみに、あ、偶数後ろのダブルリーチやん。お、ウォーンするやつですか？何？ウォーンってするやつですか？ウォーンすると思う。多分この後。いいな、いいな。多分次。いけ。グー。カットイン金来い。あ、いや大丈夫でしょう。いけますね。はい、おめでとうございます。来ました。あ、バイブレーションをね。バイブレーションを。バイブレーションを感じます。始まってこう。大事なんで。始まってこう。始まってこう。俺もそう思う。おめでとう。ありがとうございます。やった。そしてこっからね、ラッシュへ。投資は？投資はそうですね、ちょっと待って、3000円ね。3000円ですね。はい、38回転目だね。38回転目ですね。あ、あの、勝つのは後でいいの？ごめんなさい、ごめんなさい、すみません。もう僕買い上げろ。おー、やったやん。めっちゃやったやん。もう収録で外してばっかなんで、ちょっと、あ、よかった。すごい。おっしゃー、おっしゃー、すげえじゃん。っていうかマジだよ、これチーム戦だから。そうですね、僕たちにとっても嬉しいからね。大事ですね。ありがとう、ありがとうございます。お花ちゃんがここでドカンとの伸ばすと超かっこいいっすよ。そうですね、もう2回とも収録でなんかいい演出もこなさすぎて何も言えなくてずっとおっぱい揺らしてたんですよ。マジか。え、おっぱいって、おっぱいを揺らすことで、はい、取れ高を作ってたんだね、はい、あ、でもチャンスやってよ、当たるよ、当たるよ。しかも月背景です。あの、まあ、プレミアムやん、めっちゃいいの出してますやん。ごめん、今勢い余って触っちゃって。あ、全然すいません。もう触ってください、当たってるのもう全然何でも OK です。やったちょっとラッキーすいません、なんか ごめんなさいね。バイブレーション感じて。バイブレーション、バイブはみんなのもんだからね。ごめんなさい、はい、よし、バイブレーション感じて。わー、打ってね、打ってね。よーしよしよしよし、やったね。香里さんがまた強がる。生意気に先輩とも当たってやがるで。おわ、生意気ですか。あいつら当たっとるわ。新人だけど、わしら。やっぱ先輩すげえな。ちょっと、言うたって。何を？先輩当たってやがるから、ちょっとカメラに言うたって。負けないぞ、負けないぞ。あ、赤回転数、これ当たるやつやん。当たって、当たってほしい。ちなみに僕もこれもう外れたことないです。お、あの、外れることもありますけど外れないです、多分。相当熱いです。熱い。おせ、おめでとうございます。ありがとうございます。最高です。バイブレーション、バイブレーション、はい、最高です。ありがとう、ありがとうございます。いいぞいいぞ、これはありがたい。一方、幸先のいいスタートを切ったカオリッキーですが、残念、引き戻せず。まあでも、投資1500円で当たってくれまして、引き戻しなのか、まあ、何かわかりませんが2連で、そこ120取れたし、うわ惜しいな。
取れたし、まあ、文字玉もできたんでひとまず良しとしたいと思います。よー、うまい、うまいです。7000円、138回、これ確変でしょ、ウリンチャンスだからね。いやギリギリ間に合いましたね。138回転、7000円、1020回弱ぐらい、これ悪くないですよ、これ帰らない、あります。押して、はい、押しよっ、おめでとう、やるよ、よかった、わーい、はーい、お上手、いや、ウインクが下手っぴ、あー気持ちいい。まず槍が落ちてこないとですね。まあそうだね。うわあ、早いじゃん。うわあ、甘くないね。で、ここでも当たることあります。あの一角が画面割るんで。はいはいはい。まあこういうことですね。あ、出直し。頑張ります。頑張ります。頑張ります。やります。やります。あ、まあまあ仕方がない。2連がやっぱ一番切ないんですよね。さあ桜井は ST 終了のピンチ、頑張れ、ここ転廃しろ、待って、頑張れ、頼む、どんどこい、あーダメか、さあ桜井やん、めっちゃ熱いやん、やった、おめでとう、ありがとうございます。もういけるでしょ、これいけるでしょ、すごいじゃん、ありがとうございます、めちゃくちゃ持っとるやん、終了間際、あらす天才、あう嬉しいやつ、うわこれは嬉しい、あの僕たちにとっても嬉しいです、めっちゃ嬉しい、やばいね、ほんとすごい、天才、めちゃくちゃ優秀だやな。ちょっとビビっとるわ。さすがやな。そして我が大選びのセンス、新人なのに鮮やかだわ。ちょっと気持ちいいな、こういうのはな。当たるよりこういうの気持ちいいもん。あのベテランになるとそういう感じになるけどね。そうそう、新人だけど、うん、こういうの快感だわ。いつもはカスタマイズとかやらないの？カスタマイズはします、せっかちなので。どういうの やるのいつも？だいたい一発告知的なインパクトフラッシュを。インパクトフラッシュ、はい。今日は入れてない？今入れてないです。お、入れてもいいよ、好きなんで。ここにね、カオルくんが出てくるの。あ、出てきます。そんなんあんの？6連チャンしました。ちょっと、もうちょっと行きたかったですけど、私にしては頑張ったかなと思います。ちょっと次も頑張ります。これ2回目です。その前にも1個チャンス、まあまあのチャンスがあったんですけど、それは外れでした。ああ、もう通常でもいい、当たってほしい。ああ、はい、100%、ね、100% は外したんですよ。75にしちゃったんで。あ、おい、あ、あ、びっくり。75にした自分を呪うとこでしたよ。間違って500円押して、ね、追加として500円です。そんなないのかな。でも結構ある気がするんですよ。あ、これチャンスで、これチャンスです。マジチャンス、マジチャンス。はい、これ当たる。お父さん、お父さん、当たります、当たります。あ、赤3回。あ、通常、いやいや、まあまあまあ当たるに越したことはないからね。これ3回転目っていうことか。じゃあ残保留で、ああ、もうこれ当たった。3回転目ですね。昇格してしないよね、しない。
回したってしないよね。おっさんだ。あ、ごめんなさいごめんなさい。普通のおじさんだ。これ多分3回転目ですね。だから演出起こって熱いんですね。あの画面パリンと割って一角が当たるパターンもあるんですけど、でここでリーチがかかって奇跡の魚群が、あ、2匹だよ2匹だよ、ワンチャン、あ、75% にした自分を今呪いかけ、あ、でも炎目だからね、これはこれ1で止まります。あれ2なの、あ、甘くない、違うわ、2回転で2か、いや、まあまあまあ、あ、なんか僕、はい、いつも TikTok の動画を投稿するのにちょっと熱演出になったらすぐスマホをこう構えるんですよ、うんうん、なので1年ぐらいライター目指してずっと投稿してたんですけど、はい、なんかスマホを抱えなくていい、こうまっすぐ画面見れるこの状況が幸せです。あ、そうなの、はい、いつもはそうか、なんか撮らなきゃって思いながらね、そうなんです、焦りながらやってる感じだったんだ。そう、 そうなんです。じゃあ本当だったらね、テレビカメラ向けられてる今が一番落ち着かないと思うんだけど、確かにあなたはのびのびと撮ってるんだね。そうですね、最高だね、幸せです。 TikTok ありがとうだね。そうですね、本当に、ね、よかったね、練習 や、はい、やってて、はい、こう TikTok で頑張ってたのが行きましたね。そうですね、ここでね、まさか、ね、うん、このスピードでよかったよ、はい、2枚目入れます。やがこりゃ1万円が出てきちゃった、出てきちゃった、戻ってきたやん、ほら出てきちゃった、ちょっとこ待って、うん、この子じゃない1万円のがいいんじゃない、自信ないんだよ、違う子にしよう、違う子にする、うんうん、僕無理ですってほら言っとるもん、言ってます、僕無理ですって、あ、ほらこの子だったらどう、あ、大丈夫です、あ、入った、はい、自信満々よ、これ大事ですよ、そういうのありますかね、パチンコってこういうもんだから。よし、こう勉強になります。でここで奇跡が、画面割って、はい、割んない、割ると気持ちいいんだけどな、まあ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 、でも投資は今7500円で1200-1300発、うん、割と悪くないです、いやーもったいない、あそこで確変だったりするとこのね16連みたいなことが起きるんですよきっと。実際17連した時やっぱ通常で2回引き戻してたしね、うん、初めてパチンコ打ったの1パチで5万円失ったんですよっていうエピソードは一生喋った方がいいよ。本当ですか、これいいエピソードだから、初めて喋りましたこれ人に、なんか言えなくて、本当だから言いたくなかったんですよ、テンパったし、テンパった、あ、当たる当たる、おお、走ってたもん、エヴァ初号機びっくりした、え、撮ってました、今画角入ってなかった、何にしろ新人見せたで、初号機走ってた、レバー準備中、はい、エルちゃん一緒に、せーの、えい、気持ちいい、はい、バイブレーションね、はい、レバーはみんなのものだからありがとう。163回転素晴らしい、投資もねまだ8000円ですからね、いいよ、午前中のうちに当たったよ、嬉しすぎるんですけど、じゃあこのね、初号機走っとるやつで当たるの一番嬉しいのよ、かっこいいですよね、俺人生2回目やで、これで走ってるので当たったの、あのこういう時もっと おめでとうとか言ってもいいんだよ、おめでとうございます、イエイイエイイエイ、
新人だけどもう分かってるから、こういうとこはちょっとね流れを変えた方がええわ。あと普段絶対やらないことをやる、あの今ね時空が歪んどるからそれを無理やり戻すから。大好き。どうした急に、やめてくれ、今気分悪いんだから勘弁してくれ回らんでイライラしてるのよこっちは。すいません怒られたわ怒られたわでも今大木君にあんなことしたことないから、これは時空の歪みが戻ったで、時空の歪みは戻ってる、ほらな、そういうことよ、そういうことよ。死と襲来、はい、これおい、うわ、きなも弱い子、弱い子来たし、スーパーチャンス、絶対当てたいやつ、絶対当てたい。サガクイエル来る、あーやったし、抱きしめて、かっこいい、時空の歪みを戻したからね、そういうことよ。ありがとう、かっこいいやろ。でも今は我ながらかっこええわ。レバー準備中、はい、イエス、めちゃくちゃ気持ちいい。イエス、最高。さあこちら香りキーはリーチステップ3、初ワリンさんからの本日初魚群、いらっしゃいます、ほいそうでしょう、でも泡でも当たるの、ほいどうだだ、危ない、持ち玉もうすぐ抜けるところ、抜けるじゃない、溶けるところでした。残り334玉、いいね、320回転2ラウンドいただきました、320、あ、これチャンスです、赤なんで、これチャンスです、チャンスです、あのチャンス目から赤ソナさあ、1匹だ、あ、2匹、はいはい、頼む、ほらほら、奥さん言った通りになってるでしょ、できれば、できれば5で、あ、違うわ、もうダメな方の4だったじゃん、もう最初の時点で、まあ、1、2、9、4、追加投資がね、あ、急ごう、あ、これもね、ちょっと間を置いて打った方がいいです、これ、はい、7500、500円買い足し、残念で、この残保留で画面割れれば一角がね、パリーン、あー割れないです、以上です、あー、いやー悔しい、 81% 継続、底力見せて、こいつにかけるしかねえか、もう一個来い、うわ赤、頼む、これ決めようぜ、マジで決めたい、うわ風風、あ、春のそよ風のようなこの俺の腕を撫でている、マジありがとう、こいついい子だわ、ありがとう、よう頑張った、みんなも感じてください、いやー無理やりねじ込んだわ、ありがとう、
台に感謝、そしてパチンコという文化に感謝よ。よし、持ってきた。セロスが勢いに乗る中、カオリッキーは94回転。当たっちゃうかな。ねえ、もう一回って言ってくれないし、曲も流れないこの台。まあでもいいでしょ、94回転。しかしその後引き戻しかなわず2連チャンで終了。そしてチェロスではなく、おう、おう、めっちゃ熱いやつ来たよ。めっちゃ熱いやつ来ました。頑張って行ってくれ。これの信頼度 70% 以上やで。おうおう、行きます。本気の目が本気。これは決めよう。決めたい。行ってくれ。これ決まるかどうかでパチンコライターとして持ってるかどうか。そうですね、決まるよ。あ、持ってるお花を見せようぜ。そうですね、頼む。いけー。パチンコライターとして持ってない。残念。やばい、あまりにも。ちょっと、ああ、ごめん、俺いらんこと言ったね。ちょっと、そうですよ。大丈夫だよ、あの、いや、あ、ちょっとあのフォローがちょっと、だよね、ちょっとなんかあの同じ新人だけど新人潰しみたいになったよね、今ね。ごめん、でも大丈夫、あのまだこれから成長していくところをみんなに見てもらって。そうですね、そうよ、みんなが育ててください。お願いします。育成ライターだからね。育成ライターなんで、そうそう、よろしくお願いします。一方大筒は1回単発を挟んで各編大当たりをゲット。あーリーチですね、42回転目。わー、もうせめてダブルリーチであってほしいよね。でもハズレをさっき見せてるから外れる、もしくは魚群。あ、甘くない。え、じゃあもしこれで俺当たったらあと25なんだけど、うん、なんて言ってくれる。え、俺になんて言ってくれる。なんて言われたいですか。それは君の感性で。めんどくせえ。だってなんか絶対違う、なんかやらしいこと言ってほしい感じじゃないですか。え、そんなこと考えてるんですか。絶対そういう感じじゃないですか。あ、とんでもないです。え、ドスケベなんですか。いやだってさっきずっとなんか玉がどうたらとかずっと言ってたから。そんなこと言ってないです。なんか、なんか変なこと考えてるんじゃないですか。めんどくせえ。難しい。じゃあ、はい、L は、はい、チェロスの応援団です、うん、あ、はいはい、って言って。 L は、え、今言っちゃダメ。当たったら。そうですね、当たったらだよ、うん、はい、当たったらね、はい、弱いな。おっしゃー、おらおらおら、これよ、これが持ってる男よ。来たやろ、これはいけるやろ。おお、決めるよ、うん、うわ、やった、嬉しいやつ、嬉しいやつ。しかもね、今の触った時に来るやつ。おー、はい、最高、かっこいい。157回転目。ち、当たってしまったか。はい、お願いします。はい、エルはチェロさんの応援団です。頑張れる。ありがとう。おめでとうございます。いや、実にめんどくさい先輩や同期ですね。一方、あ、はい、福
これチャンス、チャンス、チャンス目です、チャンス、チャンスです、チャンスです、これはチャンスです。よくない、一回転はなんか嫌な予感する。わあ、これもうダメだな。ノーマル、ロング、あれこれめちゃくちゃロングだからこれ当たるよ。はい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 、いやでも違うんだよな、格変であれ。でもここ動くことあるからね、何回毎回通常の上がるあたりのために行ってるけど動く可能性はあるので。割れろ、割れて、パリッ、割れないね。割れると気持ちいいんだけどな。そうか、その間に埋める手もあるのか。さあ、応援団から激励の言葉をもらったチェロスは、うわ、来た、風吹いたし、風吹いたわ。56回転目サービス、サービス、サービスをありがとう。このサービスのために打っとるでな。はい、 V にちゃんと入れて、いいよいいよ、これで約6000発弱まで来るかな、もう持ち玉は積んだやつ。そして大筒は3連チャン後に早くも初当たりをゲットするも、残保留で奇跡、毎回行って毎回行ってるけど割れる、パリーン、割れない、割れるとすごい気持ちいいんだけどな、1回しかないけど、一角が全然出ないんだよね、この機種の売りみたいに言ってるのに、言ってるっていうか激アツなんだけど、一角を見せたいがなかなか出現せず、3枚目の3枚目の3枚目大丈夫かな、あ、大丈夫、うん、大丈夫だ、おっしゃ、はい、ていうかさっきのこうスルッと入った子使ったのに当たらんかったね。まあ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 、そんな時もありますよ。で、出たがりなだけだったな、あいつ出しゃばりだったんですかね、なあ、はい、こいつが本物だと信じたいね。そうですね、やれる子だと。ボタン準備中、85回転目9台目、9台目でまだ何も起きてないです多分。大移動しますしか映ってないはずよ。エグザイルファミリーもびっくりですそうね、野球できるもんな確かに。そして大筒は、うわもうでもダメだ、通常なんだ、気分がね、もう、あー、ちょっとずつ出玉増えてますほんの少しずつ、いやー、格変であれよ。初当たりは良好なのだが連チャンが伸びず、果たして今回は、あ、くるっと曲がった、これはもしかして格変じゃないのかな、違うのかな、あ、これ動く、これが動く、でも天国タイムなんか絶対ないんだから、これいや、うん、でも各辺にはでもこれ行かないから行くのかな、あ、行く、これ10ラウンドあたりだ、これ行きます、10ラウンドでした、ランプが、ランプが、ランプが、これ10ラウンドでした、 1パーだよ確か、やりましたよ奥さん、1パーだったかな、奇跡です、奇跡、はいはいはい、そういうことですよ、完全に、うわ、これ嫌がらせだと思ったもん。あと通常で初当たり通常であそこ作動するのほぼないなかったんですよ今まで、なんでなんだあれおかしいなって思って、うわ、まさか10ラウンドか、皆さんお待たせしました、
10ラウンド奇跡です、奇跡です。やりました、やりました。だってこれであと2回当たるわけです、何があっても。そう、次は絶対確変でっていう。でここも割とリーチ外れます普通に、うん、スーパーリーチで。やっぱり事前に強い予告、先読み的なやつとか、うん、があると熱くて確変の可能性が高いですかね。いやあ、これは熱そうですね。はいはい。でも外れもあるからね。でももう書いちゃうけどね、偉そう。ああ、いやいや、でも当たると信じて。いやもう書いちゃおう、勝負かけて。ざけんなよ、よかったかがなくて。知ってんだ、まあまあ多いですから。あ、またリーチじゃん。これは良くない、良くないよ。あ、伊藤君だ、ありがとう。なかなか普段出ないんですけどね。これはあの揃っても昇格します、伊藤君なんでね。あー間違った、あー長い、良くないね。1っぽいっすね。1をかわせ、ここをかわして。あ、まあダメだ。さあこれでもここが動いてっていうパターンはあるんで、まあそれいつだってそのパターンはあるんだろうけど。その後は天国モードには戻れず4連チャンで終了。いかない、一応プラスになったよ、プラスに、奇跡の。いやーでもいっぱい引いてこれかよ。激乗り、激乗り、少ない、なくはない、少ない。はい、魚。おお、大丈夫これ。大丈夫大丈夫、当たる。大丈夫かな。信じて、魚を信じて。お願いします。はい。やっぱりやんか。やっぱりやんか。信じないから。でもとりあえず流したから流した。よろしくお願いします。もうすぐ来ます。ます、ありがとうございます。大事だから。辛いって。もうでもほら見せ場なかったんだから。そうね、確かに。PK ミスった人みたいになったわ。いやー、そうか。どんま、おっしゃー。ありがとうございます。すみません、なんかことばっかり。10連チャン目です。すごい、さすがです。めっちゃ嬉しいです。あのライター歴26年で爪痕残してすみません。いや、さすがです。本当 本当にむしろね、あのこの後みんなもね、はい、爪痕いっぱい残していこう。はい、ね、心通じた、お互いがお互いを、めっちゃ気持ちいいやつ。吠えた吠えた吠えたわ。久々に今の演出で当たったな俺。プライベートで外しまくっとったな、あれ。あーでも、あ、なった、当たる日だな。あ、足した、珍しい、これ初めてです。意外と少ないパターン、これ。なるほど、仲良くできるこの台と。通常多いじゃんって思った。あ、打ち出し早い。で、64。あ、ブルッタ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 。あ、やりました、やりましたよ、奥さん。80。あ、あ、気持ちよし、気持ちよしぞーです。はい、いや、このダブルピースしとこう。
いやー楽しいな、はいはい、あーっていうね。え、あーびっくり、今目を離してましたよ僕は。え、撮ってましたカメラは。僕もう完全に下向いてた。あー赤じゃねえからなって思ってたけど。大筒がまたも天国モードへ。しかしここで前半戦終了です。気づけば19回の渡り、こんなに楽しいパチンコ僕生まれて4回目ぐらいですね。いやでもこの台打ってこんなにうまくいってんのって多分2回目です。はい、後半もご期待ください。さあじゃあね、新人チームも前半戦終わったんで、はい、まあ、一応ねエヴァンゲリオンで頑張ったけど、うん、後半戦はね果たして何やるかですけども、うん、いやまあまあお疲れ様。お疲れ様です。ペコペコ